げ登場。1958年スウェーデンのワールドカップでブラジルは初めて優勝する。大きな脚光を浴びたのが3試合出場で6点を取った17歳のペレだった。ペレ、本名エドソン・アランテス・ド・ナシメントは1956年に15歳でサンパウロ州の名門サントスでプロデビューし、77年に現役を退くまでの22年間で1363試合に出場し、1281得点を挙げている。ワールドカップでは、58年、62年、70年の3度の優勝を経験している。ピーリョがペレを絶賛した点はもう一つある。ペレは、黒人であることを隠そうとしなかった。フリーデン・ライヒやレオニダスはストレートパーマをかけて少しでも白人の外見に近づこうとしたが、ペレはそんなことはしなかった。ピーリョはペレが人種の垣根を取り払うことに貢献したとして、ペレは一人の黒人ではなく黒人の代表なのだとまで言っている。